1948年時の金英、ノーマン・キングズレイ・メーラーはアメリカ合衆国の作家、ノンフィクション小説の革新者、非常に辛口で有名であった。ノーマン・メーラーはユダヤ系の両親の間にニュージャージー州ロングブランチで生まれた。彼はブルックリンで育ち、1939年にハーバード大学に入学した。 大学で彼は小説に興味を持ち、18歳の時、最初の作品を公表した。メーラーは1944年に、陸軍第112騎兵連隊に入隊し、レーテ島の戦いトルソン島の戦いに従軍した。1945年の終戦と同時に新中軍の一員として、千葉県の立山に上陸、その後調子に移った。 1946年には、福島県の小名浜に移り、その後5月に帰国するまで調子に滞在した。1948年、パリのソルボンヌ大学に入る前に、ベストセラーとなる、裸者と死者を書いた。それは彼自身の戦中の経験に基づいたものであり、第二次大戦を描いた最良のアメリカ小説のうちの一つとされる。同作品には、 調子の様子の描写があり、彼は後に日本語版の翻訳者に、日本は私が見た国のうちで最も美しい国でしたとの印象を述べている。1969年、夜の軍隊で全米図書賞を受賞。ノーマン・メーラーは6回結婚しており、9人の子供がいる。2007年11月10日、旧成人不全のためニューヨークの マウント災害病院にて死亡。84歳。海大聖書物語春木文庫。ありがとうございます。